皆様大変お待たせいたしました。ただいまより被爆75年記念特別シンポジウム平和軍縮教育の新たな展開核兵器禁止条約の時代を見据えてを始めさせていただきます。本日の司会進行および第2部のパネリストを務めさせていただきます長崎大学核兵器廃絶研究センターレクナの中村恵子でございます。どうぞ本日はよろしくお願いいたします。それでは初めに主催者を代表いたしましてレクナの吉田文彦センター長より開会のご挨拶を申し上げます。吉田センター長お願いいたします。皆さんこんばんは、吉田でございます。今日はようこそおいでいただきました。このシンポジウムをですね75周年ということで開催させていただく、理由は大きく分けて2つあります。一つはですね、このサブタイトルにもありますように核兵器禁止条約がですねもう被爆から75年余り経って来年の1月に、法律として国際条約としてですね法的拘束力を持つという段階になります。すなわち核兵器禁止条約がある時代私たちはやっと移ろうとしているんですね。そういうタイミングで軍縮や平和に関する教育について何を教えたりあるいは何を学んだりしたらいいんだろうかとこういうことを改めて考える機会としたいというふうに、これが一つの理由でございます。もう一つはですねこちらの方は、残念ながらなんですけれども辛い現実があります。時が経つにつれて被爆者の方のメッセージが直接聞けないあるいはメッセージに頼って私たちが核兵器廃絶を目指していくということができなくなる時代がやがてやってくるわけですね。そういうタイミングもことことも念頭に置きながらこの時期に何を考えて何を学んで何を教えていくんだということも重要なことだと思ってそれも一つの理由として思い描きながら本日のシンポジウムを考えつきました。前半と後半に分かれております。対別すればですね前半はプログラムにございますように京都大学の山際先生に、根源的な問題です。なんで人間というのは人類というのは暴力に訴え平和に生きていけないんだろうかというふうなところをですね今日ちょっと先ほど打ち合わせのところで先に、おいしいところを聞かせていただいたんですが大変勉強になりましてあそうかと思いながら伺いました。ぜひ楽しみにしてください。もう一点はもう後半の方はですねちょっと専門的なシンポジウムになりますが、国際キリスト教大学が今日協力させていただいているんですけれども、レクナとそれから国際キリスト教大学の皆さんとそれから今日参加していただく阪神大学のイーキホー先生や韓国の先生方とですね共同研究をしています。軍縮教育をどうすればいいかという、その成果も含めて今日シンポジウムで、専門家の皆さんが話してくださると思います。さらには、ウィーンからも国連の専門家の方が加わっていただいて国際的な視野からの意見交換もできるかなと思って楽しみにしております。この今これは Zoom でもライブストリームされているんですが約270人の申し込みが国内外からあったと聞いてます。大変関心が高い、ありがたいことに皆さんが注目していただいておりますので、本日の成り行きどんなお話があり議論が展開されるのかというのを私自身も楽しみにしております。皆さんもぜひ最後までお付き合いいただければと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。それではただいまより第一部を開始いたします。本日は特別講演として京都大学前総長の山際寿一先生に長崎にお越しいただいております。山際先生のプロフィールにつきましては会場の皆様のお手元の配布資料にございますのでご覧ください。オンラインでご参加の皆様にもダウンロードできる形で事前に資料を日本語英語の両方で提供させていただいておりますのでご確認いただければ幸いです。それでは大変お待たせいたしました。
山際先生、どうぞよろしくお願いいたします。皆様拍手でお迎えください。皆さんこんばんは。今日は大変貴重な会にお呼びいただきましてありがとうございます。私は長年40年以上アフリカでゴリラの研究をしておりまして、人間の世界から一旦抜け出して眺めてみると人間の不思議さが見えてくるということを最近非常に強く感じるようになりまして、今日はゴリラから見た人間の進化、とりわけ暴力と戦争という他の動物にはないことをなぜ人間がするようになったのかというお話をさせていただきたいと思っております。はい、人間の本性についてですね、実は2つの対立した意見がヨーロッパから発出されています。もともと16世紀17世紀にトーマス・ホップスという思想家が人間の自然状態は闘争状態にあるんだということを言い出しました。で、それに、反発をしてですね、18世紀にジャン・ジャック・ルソーが人間の自然状態は平等で争いがないんだということを言い出して、この2つはずっと対立してきました。ただ現代の政治家はほとんどこのホップスの説を取っています。人間はほっときゃ喧嘩をし始めるんだよと、だからルールを作って秩序と平和をもたらさなければならないんだと政治家は言っています。ただ本当なんだろうか、これずっと疑ってるんですね。私はこれどちらでもないという立場を取ってます。でもどちらかというと人間以外の動物は平和的なんだろうと思います。ただ皆さんもご存知のように19世紀の後半チャールズ・ダーウィンが進化論を発表しました。これは非常に大きな影響力を持っています。ダーウィンは動物は限られた資源をめぐって争う、でその争いの中で子孫を残したものだけが進化という流れに乗るんだというふうな説を唱えてきました。それを人間に応用してですね、人間も競争状態にあるんだということをずっと言い続けてきた人たちがいます。19世紀はそういった議論が盛んに交わされた時代でございました。実はゴリラもですね、1848年に、アフリカで発見されまして、ヨーロッパに1860年に登場した。でその時にですね、ゴリラというのは大変戦争好きで戦い好きで残忍で凶悪な動物である。しかもダーウィンはですね、おそらくゴリラやチンパンジーと人間の体つきが似ているので人間の祖先はアフリカ大陸で見つかるだろうと予言していましたから、当然のことながらそれまで発見されていたチンパンジーと同じようにゴリラも人間の祖先に似ているという印象を与えたわけです。そしてそれが大変凶暴な存在であるということであれば人間の祖先もおそらく凶暴であるというふうに考えられたわけであります。それがゴリラの不幸だったんですが、実はアフリカ大陸で探検家たちが遭遇したゴリラは探検家たちに向かって胸を叩いたんですね。で、その胸を叩く姿勢が戦争の布告だと、戦いの宣言だというふうに見なされたために、ゴリラはどんどん射殺をされ、そして戦い好きな動物として人気を博したということになります。おかげでサーカスにゴリラが暴力的な動物として登場し、そして皆さんもご存知のようにキングコングという映画がディズニーで作られました。これはゴリラがモデルなんですね。身長16メートルもある巨大なゴリラですけども、これはまさにゴリラの凶悪なイメージをそのまま映画に作られた映画として作っています。しかし
1950年代から日本の霊長類学者やそしてアメリカの霊長類学者が、ゴリラを研究し始めると、この探検家たちを驚かせたゴリラのドラミング、まあ、二足で立って胸を叩くという行動は実は宣戦布告ではなくて、むしろ戦わずにお互い対等な立場を取って引き分けましょうという提案だということが分かってきました。そしてこの胸を叩くというのは威嚇だけではなくて、好奇心の現れ、興奮の現れ、遊びの誘いといったようにさまざまな文脈で出てくる行動だということが分かってきました。しかもこれは私の意見ですけれども、日本の歌舞伎、これ見栄と非常によく似てるんですよね。歌舞伎というのは日本の江戸時代の前期に現れた日本が誇る文芸でございます。まあ、芸術と言ってもいい。これは人間の男らしさを追求した結果現れた構えですね。これがゴリラのドラミングと似てるということは何を表しているのか。当時日本にゴリラやってきてませんでした。ですから歌舞伎はゴリラを真似たわけではない。そうすると日本社会もあるいはゴリラの社会もオスや男のかっこよさを追求していくと同じような形になるということは、社会の出来方が似てるからじゃないかと私は勝手に考えているわけです。まあ、それは冗談ですが、冗談ではないことはこれなんですね。さっき言いましたようにホップス流に言えば、人間はもともと戦いを好む、まあ、ほっとけば喧嘩する動物なんだということになるわけですけれども、ゴリラは戦いを好まない、平等に引き分けることを好む社会を作ったということであれば、人間の祖先も実は暴力的でなかったかもしれないですよね。上の方は従来考えられてきたことです。しかも今や下の方が正しいんじゃないか、ゴリラが平和的なんだったら共通祖先はひょっとしたら平和的だったんじゃないのか、人間だけがどっからかおかしくなって暴力的になったんじゃないかというふうにも考えられるわけです。そう考えるとですね、政治家の発言というのを変えなければいけなくなってくる。実はですね、核兵器廃絶を唱えてノーベル平和賞を受賞されたバラク・オバマ大統領、2009年にオスロでノーベル平和賞の授賞式演説でこう語ってます。 War in one form or another appeared with the first man。 人間は最初から戦いというものを、戦争というものを経験しているんだと。歴史の始まり、人類は初めからこの戦争というものを平和と秩序をもたらすために使ってきた。これに疑う余地はないんだ。これは干ばつやそして病気と同じようなものなんだというふうに語っています。ですからオバマでさえ戦争というものは人間の本性の中に埋められたものだというふうに感じていたわけですね。それは実はハンティングハイポセシス、狩猟仮説と呼ばれるものに大きく影響されたものだと私は思っています。戦後第二次世界大戦が終わった直後ぐらいに、実はアメリカの人類学者がですね、面白い仮説を唱え始めました。人類はチンパンジーとの祖先から分かれて700万年ぐらい独自の進化の道を歩んできましたけれど、200万年ぐらい前にエンジンと呼ばれる化石を発掘したレイモンド・ダートという人類学者がいます。で、彼がですね、実はこの200万年ぐらい前にすでに人間は武器を持って戦い合っていたんだという話をしてるんですね。当然化石には出てきません。石器はその当時は武器として出てきていません。じゃあ何を使ったんだ。骨を使ったっていうわけですね。で、その狩猟仮説を忠実に再現した映画というのが
2001年宇宙の旅なんですよ。皆さんこう2001年宇宙の旅をご覧になった方、ちょっと手を挙げていただけますか。あ、結構いらっしゃいますよね。これ実は今出てますシーンは冒頭で夜明け前ドーンというシーンがあります。エンジン、まだ人になっていない類人猿みたいな姿形をした人ですね。化石人類です。彼らが生きていた頃、ある時モノリスという物体が宇宙からドーンと落ちてくるわけですね。そしてエンジンの前に立ちはだかる。これ直方体の物体ですよ。でそこでエンジンは霊感をそのモノリスから受け取るわけです。そしてふと見るとそばにキリンの大腿骨が落ちてくる。その大腿骨を振ってみるわけです。そして彼のイメージの中にこの骨を使ってハンティングをしたらきっと獲物を効率よく狩れるに違いない、そう思ってやってみたわけです。実際獲物をたくさん取れました。彼は英雄になりました。そしてしばらく経った後、2つの集団がこの下のシーンですね、水場をめぐって争い始めました。その時またキリンの大腿骨を見つめてみる。これを獲物ではなくて人間に対して使ったらどうなるだろう。実際に彼は使いました。そして彼がいる集団は他の集団を水場から追い散らして、その水場を自分たちのものにすることができました。ここから人間が支配と非支配という関係になるという物語が始まるわけですね。そしてその彼が持っていた武器となるキリンの大腿骨が空中に放り投げられて、その骨が宇宙船に変わって宇宙に浮かぶ。これが2001年宇宙の旅の最初のシーンですよ。これを彼はというか制作者は現在だと言ったわけですね。人間は戦争を始めた。本来持っていた本性、戦うという本性を武器に変えて殺し合うようになった。これこそが現在なんだ。そして今それが裁かれつつあるというふうに、この2001年宇宙の旅は語っているわけです。でも本当でしょうか。それを疑って我々霊長類学者や先進人類学者たちが検証を行いました。まず霊長類学者は何をしたか。人間以外の霊長類が群れを作って暮らす理由は何だろうか考えてみたわけですね。そしたら霊長類、サルや類人猿のことを言いますが、霊長類はまずメスが集まる。メスが集まる理由は何かというと、食料を効率よく探すため、そして自分たちを襲う肉食獣から身を守るためメスが集まる。そうするとメスが集まるとオスにとっては交尾の相手が集まっているわけですから、そこになんとか参加しようとする。そしてオスメスが両方いるような群れが生まれる。そしてオスがメスに対して暴力を振るうようになると、メスが自分や自分の子供を守ってくれるオスを選ぶようになる。そして社会関係が始まるというのが霊長類の社会性だというわけです。実際オスを完全に排除したような哺乳類の群れたくさんありますよね。ゾウはメスだけの集団です。そういう群れは結構あるわけです。まず集まるというのはメスが始めることなんだ。そして そこには狩猟をするという動機は入っていません。逆に狩猟をされるということを守るために霊長類は群れを作ったわけですね。人間もおそらく長い時間をかけて社会を作ったのはハンティングをするためではなくて、狩られることを防ぐため。人間は狩猟者ではなくて狩猟される側だった。そういう話に最近なってきました。そして化石の証拠もですね、まさに人間がハンティングをするための狩猟具を作ったのは極めて最近だということが分かってきました。チンパンジーとの共通祖先から分かれて700万年間、まず最初に現れたのは立って二足で歩くという変な歩行様式です。そしてだんだん人間らしい特徴が出てくるんですが、石器が出たのが250万年前。これは武器ではなくて食器として使われました。肉食動物が残した死体から肉を剥ぎ取るためのナイフだったんですよね。
そして実はハンティングに使う槍が現れたのは50万年前です。つまり9割以上の進化の時間、人間は狩猟具をなしに肉を食べていた。そしてその狩猟具を武器として使い始めたのはわずか1万年前ですよ。ですから人間が本性として戦い合う性質を持っているなんて全くのそっぱちなんですね。ではなんで人間が暴力的になり戦争というとてつもない行為に出るようになったのか、これ私は本来違う目的で発達した共感力というものが暴力へ向かったんだと。そこには他の動物にはない環境の変化というものがあったんだというふうに考えています。まず人間はゴリラにもチンパンジーにもない当然猿にもない高い共感力を持って社会を作ってきました。なぜ人間はそんなに高い共感力を発達させる必要があったんでしょうか。それは食事と共同の食事とそして共同の保育が必要になったからだと思っています。これ左側はチンパンジー、右側はゴリラなんですけども、チンパンジーは時折餌を分け合います。食物を分配します。しかしたまにしか起こりません。我々人間は毎日当たり前のように仲間と一緒に食事をしますよね。これは猿は食物を分配すらしませんからとても変な行為なんですよ。そしてチンパンジーでもゴリラでも共同保育をすることはほとんどありません。人間はお父さんやお母さんだけではなくてさまざまな大人が寄ってたかって子供を保育し教育しようとします。これも猿や類人猿から見ればとても不思議な行為なんですね。でこの両方に共感力というものが大きく関わっているわけです。まず猿は食物を分配しません。類人猿は食物を分配します。しかし食物を持たない方が食物を持っている方にちょうだいと言わなければ絶対に分けない、ケチなんですね。ここが人間とは違うところです。人間はね、自分一人で食物を見つけたにもかかわらず そこで食べずにですね、持って帰って、つまり食物を運搬してですね、仲間と一緒に分け、そしてそこで一緒に食べようとします。このプロセスが全然違うんですね。チンパンジーはあるいはゴリラはたまに食物を分配しますが食物を運ぶことはありません。人間は食物を運ぶんですよ。それは食物が人と人との関係を作用する道具だということをよく知ってるからです。自分と相手との関係あるいは他の者同士の関係を食物によってコントロールし変えることができる、ね、例えば仲直りをするときに何か一杯やったりですね、何か食事をしたりということは当たり前のように起こるのは誰もがそれを知っているからです。そして食物を運搬するということはその食物が取られた場所や取った方法を食物をもらった方は見ていないということですから、食物の安全性を自分が確かめて食べるわけではない。それは持ってきた仲間を信頼して食べるということになります。そしてその食物を取ったことを見ていないということはそのシーンを想像するしかないわけですね。もちろん当時言葉を喋っていたわけではありませんから身振りやあるいはいろんな手がかりでそれを共有したんだと思います。でもそこに生まれたのは物語ですね。その物語を共有することによって仲間が持ってきたものを食べそしてそれを社会的な道具として使って仲間の関係を高めた。それには心を読むという気持ちを読むという行為が当然含まれているわけです。そういうことが始まったんだと思います。見えないものを欲望する、ああ仲間がきっと向こうに向かったんだったら何か持ってきてくれるに違いない、それはあれだというようなことを想像する、そういう能力が生まれたということですね。そして私は
食物の改良とともに人間の社会性というのは進化したと思っています。まずは食物を運搬して仲間のもとに運び、安全な場所で仲間と一緒に共食をする。そしてだんだんと肉食動物が残した獲物から肉を切り取って栄養価の高い肉を食べることを覚え、火を使ってその肉を消化しやすくし、そして毒性のある食物でも火を使って毒性をなくすことを覚えるようになる。調理が始まる。そしてついに1万2000年ぐらい前に自ら食料を生産するようになる。そういうことに伴って人間の社会性というのはどんどん進歩していったと思います。そして食物はその食物改革のプロセスに従ってどんどん人間に物語を供給してきた。その物語が人間の間の接着剤になって集団は拡大してきたというふうに思います。その物語は人々の間に共感を生み出したと言っても過言ではないだろうと思います。もう一つ、人間が共感力を高めた背景は子育てにあります。それは私が長年調べてきたゴリラの子供と人間の子供の育ち方を見てみると非常によくわかります。まずゴリラの子供って生まれた時の体重は 1.6 キログラムぐらいしかないんですよ。すごく小さい。大人は200キロ超えますよ。オスは200キロ、メスは100キロ超えますから、すごいでかい。だけど生まれた時小さいんですよ。そして3年から4年ぐらい長い間お母さんのおっぱいを吸って育ちます。お母さんは1年間は絶対に赤ちゃんを腕の中から離しません。だから赤ちゃん泣かないんですね。ところが人間の赤ちゃんってものすごく大きいですよ。3キロ超えますからね。そして赤ちゃん生まれた直後から本気本気で泣くじゃないですか。それで気持ちが良ければにっこり笑う。体重が重いということは発達して生まれてくるんだと思えるけれど、そうじゃなくてゴリラの赤ちゃんに比べたらすごいひ弱ですよ。お母さんに自力で捕まらない。そして成長が遅いです。と成長が遅いにもかかわらず、お乳を吸ってる期間って短いんですよ。1年2年で離乳しちゃう。おかしいじゃないですか。なんか変なことが人間の子供の成長に起こってるとしか思えない。それゴリラだけじゃないんですよね。これ上に書いてある数字は年齢です。これはオランウータン、ゴリラ、チンパンジー、人が一生の間に経験するさまざまな段階です。乳児期はお乳を吸ってる時期、少年期は離乳して大人と同じものを食べられる時期、青年期は繁殖をしている時期で、老年期は繁殖から引退した時期です。オランウータンは7年もお乳吸ってるんですよ。ゴリラは4年、チンパンジー5年もお乳を吸ってる。でも人間は 1,2 年でお乳を吸うのをやめちゃう。だけど永久歯は6歳からしか生えない。他の類人はみんなお乳を吸い終わった時に永久歯が生えてますから、大人と同じものが食べられる。人間の子供だけが乳歯なんですよ。だからこの乳歯の幼児に対して柔らかいものを運んできてやんなくちゃいけないわけでしょ。なんでそこまでして離乳期を早めちゃったのか、これ不思議ですよね。しかも人間の子供だけが繁殖能力がついたのに繁殖しない時期がある。そして人間の老年期は長いんです。この3つの時期というのは何か相互に関連を持ってるはずですよね。まずなんで早く離乳しちゃうのか。それはいまだに類人猿はアジアやアフリカの熱帯林から一歩も出てません。人間だけが過去に熱帯林を出たんです。なぜ出たのか。熱帯林は安全な場所なんですよ。高い樹木がありますから、地上性の肉食動物に襲われたら木に登ればいいんです。でも草原出ちゃうとそういう樹木がないからやられちゃいますよね。とりわけ幼児は肉食動物の格好の獲物ですから、ね、人間が遠い過去の時代に熱帯森林からサバンナへと出てった時には死亡率が高まったはずです。じゃあどうすればいいのか。たくさん子供を産まなくちゃいけないわけですよ。その失われた子供を補充するためにね。実際哺乳類で肉食動物にやられる餌食となる動物たちはたくさん子供を産みます。その方法は2つあるんですよ。一つは一度にたくさんの子供を産む、イノシシがそうですね。もう一つは出産間隔を縮めて何度も産む。猿や類人猿は一産一死ですから、
人間もその仲間なんで、一度にたくさんの子供を産めない。そのためには出産間隔を縮める必要がある。どうしたらいいか。それはおっぱい止めるんですね。おっぱいをやってるとプロダクシンドホルモンが出てきて排卵を抑制します。だから次の子供を産めない。でもおっぱいを止めればプロダクシンも止まって月経が戻ってきます。そして次の子供を産む準備ができる。人間はおそらくその方法を選んだわけですね。だから人間の子供は早くに離乳してしまうわけです。じゃあなんで人間の赤ちゃん重たいのか。それは200万年ぐらい前から脳が大きくなり始めて、その脳を守るバッファーとして分厚い体脂肪をまとって生まれてくるからなんですね。人間の赤ちゃんの重さは厚い体脂肪なんです。人間の赤ちゃんは 15% から 25% の体脂肪率を持ってる。まるまると太ってますよ。ゴリラの赤ちゃん 5% 以下です。ガリガリに痩せてます。で、人間の赤ちゃんの体脂肪というのは脳の成長を支えるためにある。赤ちゃんは生後1年間で脳が2倍になります。ゴリラの赤ちゃんは生後4年で脳が2倍になりますから、それで成長ストップしますから、人間の赤ちゃんはまず急激に脳を成長させて、しかも12歳から16歳ぐらいまで脳は成長し続ける。その間身体の成長を止めないといけない。身体の成長に回すエネルギーを脳に回すってことをやったわけですね。そのため何が起こったかというと、これX 軸、横軸は年齢が取ってあって、縦軸 Y 軸は1年間に伸びる身長の割合が取ってある。いわゆる身体の成長速度が取ってあります。生まれてからすぐは身体の成長速度は高いんですよ。だけど脳にどんどんエネルギーを回すから成長速度は下降します。5歳ぐらいでだんだんゆっくりになって、12歳から16歳で脳の成長が止まると身体にエネルギーを回すことができるようになって身体の成長がアップする。これを思春期スパートと言います。これ緑色の点線が女の子で、赤色の実線が男の子なんですが、女の子の方が男の子より2年早くピークがね、男の子の方がピークが高いっていう性質を持ってます。これはなんとなくわかるでしょ。だから人間の子供は離乳期と思春期スパートという非常に危ない時期を持ってるわけです。脳を成長させるために、そして多産になるためにその運命を背負ってしまったわけです。だから自力では生きられない。大人たちが、しかもお父さんお母さんだけでは育てられない。多くの大人たちが共同して子どもたちを育てなくてはならなくなったというのが共感能力が進化した原因なんですね。それをまとめてみると、まずは直立二足歩行が始まって、食物を分配して安全な場所で食べるようになり、そして捕食者に対抗するためにたくさん子どもを産むようになって、そして200万年前に脳が増え始めると重たい赤ちゃんを産むようになって、そして成長が遅くなり共同保育が不可欠になって、家族とそして複数の家族が集まる共同体というものが生まれた。つまりこういう社会組織が生まれたわけです。これは人間しかありません。ゴリラは家族的な集団一つしか持ってない。チンパンジーは家族がなくて共同体というものしか持ってないです。この2つを組み合わせることができなかった。それは人間だけに可能だったんです。人間はこの複数の家族を共同体というものにまとめ上げた。そのためには高い共感能力が必要だったわけですね。なぜならば家族と共同体というのは論理が違うんです。家族は見返りを求めずに奉仕し合うものですよね。何もその子供に何かしてあげたからといって子供に何かお返しをしてほしいとみんな思わないですよね。でも共同体というのはお互いに役割を分担してルールのもとに共存してますから、そういうわけにはいかない。だから拮抗しちゃうわけですね。でもそれをまとめ上げることができるのは人間が高い共感力を持って今日やってあげればいつか帰ってくるというような見通しをつけることができるからです。これは人間だけにしかありません。そしてこれは後から私が申し上げる人間だけに見られる変な行動がここで生まれました。それは
集団のために命を投げ出すような奉仕です。これはチンパンジーにもゴリラにもあるいは他の動物には一切ありません。他の動物は自分の利益を高めるために集団にいるだけであって、集団の利益のために何かやろうなんてことを考えません。人間だけが集団のために大きな犠牲を自分で払おうとする、そういう行動が生まれたんですね。まあそれは後から申し上げますが、そして人間の赤ちゃんがなんで生後すぐに泣くようになるのか、これはお母さんが赤ちゃんを離しちゃうからです。重たくて自力でお母さんに捕まらないほどひ弱なので、お母さんがずっと赤ちゃんを抱き続けることができない。だから他の人に渡しちゃうか、あるいはどっかに置いちゃうわけですね。赤ちゃんはお母さんから離されるから本芸本芸と泣くわけです。泣くのは自己主張なんです。そしてその泣き声を聞きつけると、お母さん以外の大人たちがなんとか赤ちゃんを泣き止ませようと思って一生懸命になる。そして赤ちゃんは気持ちが良ければにっこり笑ってくれる。だから赤ちゃんは共同保育をされるように生まれついてくる。そして人間は共同保育をするように行動するようにできているわけですね。そこで生まれたのが音楽です。離れて赤ちゃんを気持ちよくさせようとすれば、独特な声を出さなくちゃいけないわけですね。抱くのではなくて、赤ちゃんがお母さんと離れても、あるいは肌とで接していなくても気持ちよく眠れるように子守歌を歌う、そういうために人間は独特の声を出すようになりました。それがインファントダイレクテッドスピーチといわれる声です。赤ちゃんは絶対音感で生まれてくるんですね。3、4歳で人間の言葉を理解するようになると相対音感に変わります。絶対音感ですから、トーンがきちんと聞き分けられる。そして赤ちゃんは言葉の意味を理解するわけではありません。例えば英語で語りかけても日本語で語りかけても、赤ちゃんはきちんとその声のトーンに反応してくれる。じゃあどんなトーンかというと、ピッチが高く変化の幅が広く母音が長めに発音されて繰り返しが多いという特徴を持っています。皆さんも思い出してください。赤ちゃんにそういう声で語りかけているはずですよ。それは覚えなくても自然に出る声です。習わなくてもいい。人間は生まれつきそういう声を持っているわけですね。そしてその声を赤ちゃんではなく大人同士で利用して、赤ちゃんと同じように相手と自分との間の境を越えて心を一つにするような社会性が生まれました。それが音楽の機能だと思います。そして音楽は言葉が登場する前に人々を団結させ、高揚感や増大感、感情や信頼の共有をさせて社会力を高めました。みんなで苦難に立ち向かい協力して難しい問題を解決するというようなことができるようになった。これは人間の共感力を高めた結果だと思います。歌というのは究極的に人間の共感に対して大きな作用をするものだと思います。そしてそこについ最近約7万年ぐらい前に今の言葉が登場しました。言葉は重さを持っていませんから、どこでも持ち歩くことができる。自分が遠いところでやった出来事を再現することができる。時と空間、距離を超えることができるわけですね。非常に便利なものです。そして音楽によって高められた共感というものと意味を付与した言葉というものが一緒になって、人間には想像力、イマジネーションと想像力、クリエーションという新たな能力が生まれたと思います。で、私はこれが結果的に巨大な暴力につながる話になっていったんだろうと思います。人間の暴力というのは、実は農耕牧畜が始まってから過激になったんだと思います。実際最近これはネイチャーに出た論文ですけれども、哺乳類の
系統に沿って暴力によって死亡する個体数というものを比較してみると、ずっと人間も旧石器時代ぐらいまでその率は変わらなかったという結果になっています。その暴力で死んだ人の数が急激に増えたのは5000年ぐらい前です。つまり文明が、あるいは都市国家が人間社会にでき始めた頃、急激に暴力によって死ぬ人の数が増えたわけですね。でもその始まりはおそらく農耕牧畜だと思います。ではどういう基準でそれが起こったのか。先ほど言いましたように、人間は類人のように熱帯雨林に閉じこもって暮らすのではなく、草原へ出て、で新たな生息域を目指したんです。そこで地上性の肉食動物に襲われて、新たな社会性を身につけ、共感力を高めていった。複数の家族が集まって共同体を作りました。でも実際その人口がだんだん増え始めて、食料生産を始めることになると、土地に新たな価値が生まれ始めた。狩猟採集時代は採集する食料、あるいは狩猟する獲物がいなくなれば移動してそれを求めていけばよかったわけですね。ところが栽培食物や家畜を飼い始めると場所に定住するようになります。その土地がいい土地であればたくさんの人口を育めます。しかし痩せた土地であれば大した食料も作れないので、より豊かな土地を求めようとするようになります。そして豊かな土地を手に入れた人たちはそれを持続的に所有しようとします。そのために所有やその土地をめぐる競合、そしてその土地を守るための連帯というのが生まれる。でそこで使われたのが言語です。言語によって自分たちの素性、あるいは連帯意識というものは高められ、そしてそれが教会をめぐって、土地をめぐって、あるいはその土地によって生まれる食料をめぐって争いが起きり、それが集団間の暴力に発展していったんだろうと思います。ですから私は集団間の暴力を激化させた要因というのは、先ほど言いましたように複数の家族が集まってできた共同体に対する異常な帰属心と忠誠心、そういうアイデンティティを人間は持つようになったわけですね。そして現在生きている人間だけではその土地に執着する理由が物足りないので、祖先を利用した。この土地は祖先代々利用してきた土地であるから、我々にそれを利用する権利があるというような主張をするようになった。そしてお墓を作って祖先を崇拝するようになったんだろうと思います。そして歌により、歌と言葉が結びついてその共同体の結束が目指され、そして言葉によって意味が付与されて、その共同体というものと土地が結びつけられるようになったんだろうと思います。まあ今世界ではさまざまな規模のコミュニティがあり、共同体があり、そしてその共同体の意味を作る宗教もたくさんあります。しかし現代の人間でも超えられないのは、集団の外に対して集団の中と同じような共感を示すことができていないということですね。むしろ集団の外に共通の敵を作ることによって集団内の共感力を高め、結束を強化しようとする動きがあります。今回のコロナでもですね、国を越えてさまざまな
支援や援助というものが結ばれるということはなかなか起きなかった。まずは国の結束を高めるために、そしてそのためにむしろ敵国というものを作り上げるような行為すら生まれ始めたというのは大変懸念されるところだと思います。私は今後人間の未来を考える上で、このコロナというのはいいきっかけになるだろうと思っています。新たなコミュニティを創造しなければならない。つまり我々が作ってきた共感というものを変な方向に向けるのではなく、つまり敵を作る方向に向かうのではなく、敵を作らない方向に向けなければいけない。そして小さな集団に、あるいは国家というような集団に対して見落とすようなアイデンティティを作るのではなく、世界の人々がお互いにつながることができるようなアイデンティティを新たに構築する必要があるだろうと思います。そして先ほど最初に私が申し上げたゴリラのドラミングという行為が、最初人間の目には宣戦布告として映ったように、我々は大きな誤解を人間の行動にも持っています。我々人間は子供を見れば分かるように負けず嫌いです。負けたくない、それは人間の本性かもしれません。しかしそれは勝ちたいという気持ちとは違うんですね。スポーツの中においては勝負はもちろん決しなければなりません。でもそれはルールがあって、勝敗が決すれば互いに戦い合った同士がそれまで以上に温かい友達関係を結ぶことができる。それがスポーツというものの持っている性質ですね。しかし日常生活では一度勝った相手に対してはなかなか友達関係を結びません。それは勝つという行為によって相手を屈服させ、相手を退けることになるからですね。負けた相手は恨みを抱いたり、あるいは恐れたりして離れていきます。それが負けたくない気持ちから発した行為であれば、勝つというゴールを作らなくてもいいはずなんですね。ゴリラのドラミングは勝ち負けを作るための行為ではありませんでした。それはお互いに主張し合って対等にその場を引き分けるための提案だったわけですね。そういうことが人間の間にも集団間にも目指されていいんではないかと思います。これは京都大学が誇る西田哲学が明らかにしたことですが、西洋哲学は二元論と排中率によって作られてきました。二元論というのは A か B かということですね。こちらかあちらかということです。そしてその間に隙間はありません。境界が一本引かれているだけ。しかしそこに間というものを見出したのが東洋の思想です。これを洋中立と言います。例えば日本には彼岸という観念があります。川を挟んで向こう側はあの世ですね。キリスト教ではあの世は上にあるんですが、日本ではあの世は向こう岸にあります。でその川は六文銭を妊婦に渡せば渡してくれる。その川は間にあって、こちらにも向こうにも属していないわけですね。でそういうものが日本人の生活の中にはたくさんあります。例えば縁側、そうですね。縁側というのは外にも内にも属していません。ですからそこでは縁側にしかできないことを外からやってきた訪問客とやり取りすることができる。そういう形式を日本人は暮らしの中にたくさん取り入れてきたはずです。そこにはあちらに属すかこちらに属すかという二元論によって作られた世界ではないものがあります。そういったものを
我々はもう一度考え直して社会を作るために使わなければならないのではないかと思っています。今日いろいろ用意したんですが、少し未来のことを語るために一つだけお話をしておこうと思います。現代は不安の時代と言われます。安全安心の社会を作りましょう、みんなはそれを目指していると思います。しかしよく考えてみてください。安全というのは科学技術で作ることができます。しかし安心というのは科学技術だけでは作れません。それは人が与えてくれるものだからです。人をどうやって安心できる対象にするのか。例えば、ね、食事に毒をもらえると思っていたらレストランで食事もできませんし、あるいは白昼誰か後ろから刺されると思ったら大通りを安心して歩くこともできませんよね。人間の社会というのは人に対する信頼に満ちているはずです。そういうものを作っていかなければならない。今は個人が食事でもなかなか結びつけられないし、特にコロナの影響ではそうですよね。なかなか人と人とが信頼関係を構築するのが難しい時代になりました。そしてグローバルな世界の中で中心がなくなり、フラットで均質な世界が広がっています。それは取りも直さず情報通信機器の発達によって我々が身体を持ってつながるよりも情報でつながる時代になったからです。我々は身体よりも脳でつながっているわけですね。それはまあ大きく言えば現実よりもフィクションの方を重んじる時代と言い換えてもいいかもしれません。今日は核兵器の根絶を考え平和をどう求めるかということを討論すると聞いております。核兵器というのはもともとフィクションでした。それが現実となって長崎と広島に落とされた、その経験を日本人だけが持っている。そして今や科学技術は核兵器を超えてドローンや無人飛行機やさまざまな武器となってフィクションの世界で踊っています。核兵器そのものすらフィクションの中でさまざまに物語として作り変えられ、それが傘となって国と国との安全を守るために必要なものとみなされているわけですね。それはまさにフィクションであって、戦争というものが人間の本性であるというふうにみなした政治家がいまだに持っている誤ったフィクションです。現実の人と人とがどうやってつながり合えるものなのかということを身体と身体に照らし合わせて考えるべき時が来ているのではないかというふうに思います。もう一度我々にとって社会とは何か、そしてなぜ我々が共感力を高めて社会力というものを構築してきたのかということを考え直し、その力を誤って使うのではなく本来の正しい道に向かって使うことを考えれば、きっと我々は戦争のない平和な社会を作ることができるだろうと私は信じております。まあそのためにぜひ今日の討論を大いに拡大して世界に広げていただきたいと思っております。皆さんがやっていることはまさに人間の本性を信じることであり、人間の本性は戦争をするためにあるのではなく平和に共存するためにあり、人間の共感能力というのはそのために高められたということをぜひ知っていただきたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。山際先生ありがとうございました。それではただいまより質疑に移りたいと思います。まず
それではまず会場の皆様からご質問をお受けしたいと思います。ご質問のある方、挙手をお願いいたします。それではお一人お手が上がっておりますので、マイクを今回しますので、マイクでご質問の方をいただければと思います。お願いいたします。どうもありがとうございました。長崎大学熱帯学研究所の山本です。山際さん、ずっとコロナの流行にあたって、その人間は言葉を話す前から歌を歌い、踊りを踊り、一緒に飯を食って、その身体的なその共鳴を通して共感力を高めてきたっていうふうにおっしゃってて、 でもその共感力、で今のコロナの時代ってこう3密が言われ、できるだけ会食を避けてっていうことがあって、でやっぱりそのそれだけじゃダメだってずっと思っていて、新しい近接性っていうか、新しい人間関係どっか作らなきゃいけないって思っていて、今建築学の連中とか文化人類の連中とか一緒に、その次の新しい関係ってどういうふうにあるべきかっていうふうに、まあ考えてるんですけれども、その中で今日お話を聞いて、その共感力を高めるだけだと、それは一方でそのなんていうのかな、その自分たちの仲間内の共感力を高めるだけではそれが暴力として出てくる、ことがあると。もっとこう広い意味での共感力を作んなきゃいけないっていう話を聞いて、でなるほどなと思って、でそれをこう新しい、まあコロナのアフターコロナの時代にこう作っていくにあたってですね、一方で進んでるその身体のつながりよりも、いわゆる脳のつながり、情報社会がこう出てくる中で、その新しい共感力っていうのはもう一度身体的なつながりに戻っていく方向で作るべきなのか、それともそのなんて言うんだろう、その情報化社会を推し進めたその先にあるべきものとして作っていくものなのか、その山際さんの今考えているところっていうのはどんなとこか、ちょっと教えていただければと。私はね、今日はあえて未来のその話はしなかったんですけれど、賢く情報通信機器を使って、しかし身体のつながりというものをこれまで以上に増やしていかなければいけないんではないかと思ってるんですね。例えば今回コロナで我々が実感したのは、その今まで労働と思われてなかった家庭内労働というのがいかに我々暮らす上で大切かということが分かった。で、まあ例えば子育て、まあ食事の支度、洗濯、介護、いろんなことがありますね。これまで労働と見なされてなかったわけですよ。しかしこれは身体を動かしながら、それを互いに家族で共有することによって、時間を共有できるという作用がある。で、我々は今おっしゃったように、そのコロナ禍で対面をして、でこれまでと同じような対話を中心にしたような生活を送ることがなかなかできなくなるかもしれません。だけど身体の同調ということで言えば、いろんなことができるはずですよね。まあ、実際にそれをズームでやってる人たちもいます。それをもっと大切にしていく必要があるんではないか。むしろそのソーシャルディスタンスを取ったり、あるいはオンラインで我々はつながらなくちゃならなくなっているからこそね、身体のつながりというものを実際にこう触れ合うということだけではなくて、同調ということを中心にやっていったらいいんじゃないかと思うんですね。例えばオンラインで一緒にダンスをやるとか、スポーツをするとか、食事をするとか、音楽を楽しむとか、いろいろあるんですけど、そういうことをむしろ高めていくことによって、我々は距離を超えられる。新しいコミュニティを作らなくちゃいけないなと私は思っているのは、今までのような遅延や欠延や、あるいは遮延やね、そういう場所を中心に固定されたつながりではなくて、もっと広いですね、まさにこれは情報通信機器を使ってしかできないつながりですけども、ただその時に
情報という文字化された情報、映像だけではなくて文字化された情報ではなくて、さまざまな感覚を利用したような身体のつながりをそれで作っていくことができれば、新たな世界が生まれるんじゃないかという気はしています。ありがとうございました。では続きまして、ズーム参加の方からご質問が来ております。代読させていただきます。二元論にはまってしまう上で今小選挙区制が重大な影響を持っていると感じます。とりあえず比例代表で政治家を妥協の専門家に位置づけるべきかと思いますが、いかが思われますでしょうか。難しいな小選挙区制と比例代表か。いわゆるどういう単位で人を選ぶかという話ですよね。中選挙区制が言われた時代もあったんですけど、結局はこう2つに二極化しましたね。でどうなんですかね。私は今の民主主義というのは限界に来てるんだと思ってます。むしろ小選挙区制や比例代表制というものにとらわれずにね、民主主義というものをもういっぺん根本から考え直さなくちゃならないんじゃないかという気がしています。というのはなぜかというと、今小選挙区制というのはある非常に狭い選挙区の中で投票によって選ぶ方式ですよね。だけどじゃあその選ばれた人がその選挙区の人たちの声を代表してきちんと政治をしてくれるのかどうかということですよ。あるいはその比例代表で選ばれた人がその選んだ人の気持ちを代表してきちんと政治を行ってくれるのかどうかということですよ。むしろ与党にしても野党にしても党利党略しか考えてないんじゃないかと思います。私は一度新聞で現代のリーダー性というのを書いたことがあって、すごくチンパンジーと似てるんですよね。なぜチンパンジーと似てるかというと、日本の政治は男政治ですね。男性派閥が優先していて男の論理で動いている。で今回のコロナで非常によく分かったのは、海外の女性の首相、大統領、首相がいる国はコロナの制圧に結構成功しているということです。で男性の論理というのは実は派閥の論理なんですよね。力で経済を優先させる、人間の健康というものを第一に考えない、要するに集団の論理なんですよ。それを優先させてしまう。でその戦争を始めたのも男ですよね。で今の時代はその男性の論理に女性が取って代わる時代なんじゃないかと思うんです。で女性の論理ってことを考えていくと、小選挙区でも比例代表制でもないような選び方が見えてくるんではないかと思っています。それはどういうものであるかちょっと申し上げられませんけれども、つまり選ばれたら最後あとはもう派閥で動くという人たちを選ぶのではなく、まさに地についた政治をやってくれる代議士を選ぶということですね。それは女性の論理で世界を見てくれる人、極端に言えばそういう話になるんじゃないかと思っています。ちょっと極端な話ですけど、はい、ありがとうございました。それでは大変申し訳ありませんが、時間の関係で質疑は以上とさせていただきます。皆様、山際先生に改めまして今一度拍手をお願いいたします。どうもありがとうございました。山際先生、ありがとうございました。大変お待たせいたしました。それでは準備ができましたので第2部を進めたいと思います。
第2部にはオーストリアのウィーンから国連軍縮局のバレール・マンテルスさん、韓国から阪神大学のイ・キホさん、そして東京の国際キリスト教大学から笹尾俊明さん、西村美希子さんにご参加いただいております。まさにズーム時代ならではの構成となっております。それではここからの進行は西村先生にお願いしたいと思います。西村先生、お願いいたします。中村先生ありがとうございます。東京から失礼いたします。本日たくさんの皆さんにご参加くださいましてありがとうございます。第一部の基調講演では山際先生から素晴らしいお話をいただきまして、人間が長い間かけて培ってきた共感する能力、これを生かしながら信頼関係を培う共同体をどのように再構築できるのかという視点をご提案いただきました。第2部ではこうした視点をですね、具体的にどのように平和教育、そして軍縮教育に生かしていけるのかという点において、それぞれのこれまで非常にこう幅広く平和教育、軍縮教育に携わってこられたパネリストの方から8分程度ですね、ご発表をいただきたいと思います。その後皆様から質問をお受けしてディスカッションにつなげたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではまず1番目に国際キリスト教大学の笹尾俊明教授からご発表をお願いいたします。タイトルは日韓共同平和軍縮教育に向けてエビデンス基盤のプログラム策定実施評価ということです。ではスライドの共有をお願いいたします。大丈夫そうですか。はい、お願いします。皆様こんばんは。東京国際キリスト教大学の笹尾と申します。今回75周年被爆、被爆75周年記念のこの、非常に大事なイベントに参加していただくってこと、本当に光栄に思っております。それですね、非常に短い時間なので、お話しさせていただくんですが、結構舌足らずになってしまうところがあるということと、それとパワポを英語で最終準備してそのままなのですが、お話は日本語で進めていこうかなと思います。早速ですが、本題に入るというか、今回始めた、平和軍縮教育共同研究なんですけども、その前にですね、おそらく長崎の皆さんたちはそんなにその ICU っていうことを聞いてもちょっとこう遠くのことに思われるのかなと思いますので、簡単な、ご紹介から始めようかなと思います。で、 ICU っていうのは戦後の高等教育の実験としてよく記述されます。で、ICU っていうのは日本で初めてそのリベラルアーツ教育ということを打ち出してきた大学で、今も日本では数少ないリベラルアーツ一つに特化した学部からなる大学です。で、1953年、に設立されて、一つの教養学部で一つの大学院ということで小さな大学です。大体2900人の学部生と大学院生が170人から大体200人ぐらいで、教員が151人と非常に小さな大学で、ファカルティと教員、学生の比率も大体 1から1の18というようなことになっています。それでこの67年間ですね、実際にICU がのアイデアが出たのは戦後間もなく、本当数ヶ月後に日本の中で新しい大学を作ろうということが話されてきて、で、実際に1953年に開学され学生を入れました。で、それから67年経っていたわけですけども、やはりその根底にあるのは世界人権宣言が本当にあります。で、これが1953年にエレノア・ローズベルトが、本学の、今ある古いビルディングと4階でお話をされた時です。で、ここに座っていらっしゃるのがその第1次1期の、学長、ICU の学長です。
で、やはりそのそうするにあたっていろいろなアイデアがあったんですよね。で、もちろん戦後、広島、長崎、ヨーロッパでもアウシュビッツの問題とかいろいろあった中で、やっぱりその根底にあったのは ICU がのミッションとしてキリスト教へのコミットメントっていうのがありました。で、この下にすいません、なんかこれがうまく動かないんですが、その根底にあるのは新約聖書の中にあるBlessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. というマタイの福音書のところにあるように、平和を求めるものでありなさいということが非常に謳われています。その見学に関して、やっぱりその先ほど言いましたように、世界人権宣言で、それに基づくことと、やはりクリスチャンの、クリスチャンフリーダムですかね、キリスト教におけるに人間の自由で神への、経験と彼が作ったもの創造物ですねをもとに、大学が作られたわけで、特に高等教育で法律、法で、平和で正義に基づいた民主的な決断力、決断に基づいたことに貢献できるような人間を作ろうということで我々の大学ができてきました。で、そんな中でですね、一昨年ちょうど1年ぐらい前ですかね、2年ぐらい前になりますかね、長崎大学の吉田先生、中村先生と、ICU の平和研究所で共同研究をやろうかという話で、我々は軍縮教育に関しては本当に疎いものなんですけども、平和教育に関してはやってきましたと。じゃあ一緒にできないかということで、特に今回の研究では、実践研究では韓国と日本のその非常にこうちょっと大変な関係、政治的な関係もありますし、それが経済に及ぼす影響や観光なり、毎日の生活にもこう及ぼすようなことにもなってきたわけです。で、実際、その戦前からの歴史を見たときにも、やはり日本と韓国で朝鮮半島の問題も含めて、じゃあ、ここでやらなくちゃ、なぜ今じゃ平和教育、軍縮教育なのかといったときに、やはりこう、両方の視点が必要かなということに至って、そんなわけで、今回、じゃあどうやって、その日本と韓国で協力をしながら、日本から発信して、平和、軍縮教育をできないかという質問を、我々は、考えを得たようになりました。それでですね、このプロジェクトの大きな目的というのは、エビデンスに基づいた平和で軍縮教育に関して、プログラムを作り、それを実施して評価していこうということで、特に高等教育における、日本と韓国の、高等教育における場において、平和教育をどういうふうに進めていったらいいのか、どういう内容のことで、どういうアプローチだということで、が大きな目的となっています。で、その中で、今回非常に学際的な、研究者を、が集まりました。僕は心理学ですけども、西村先生は社会学、青木先生は教育工学、で、吉田先生は国際関係学、で、中村先生も国際関係学、で、須崎先生は教育工学ですかね。で、淳先生も教育工学と、で、清先生も国際関係学と、須門先生は、教育ということで、瀬戸先生は政治学と、いろいろな分野の人が集まってこのプロジェクトを進めてます。で、3つのゴールを立てました、このプロジェクトに関しては。1つには何をやろうかっていうゴールですよね。で、1年目というか1つの目標としては学生向けての調査
で日韓ですね。であとシラバスの分析で、それはにはまあインタビューを使ったりとかフォーカスグループを使ったりとかニーズアセスメントを日本と韓国で始めていると、今まさにそれを進められているというところです。で2番目のゴールとしては、あのプログラムを実際に作ってそれを動かしてそれを評価しようというところが、まあ、2年目の、あの、プロゴールです。で、3年目には、特に政策の面から、あの、日韓関係だけにとどまらず、東アジア全域を渡っての、あの、平和というものをどういうふうに構築していけばいいのかということを考えていこうと、を目的にしています。で、いくつかここに、あの、すいません、字がいっぱい小さく書かれてるんですが、いくつか の研究課題とかリサーチクエスチョンを立てました。一つには、やはりそのピースエデュケーションと言われるものとディスアーメントエデュケーションと言われて、平和教育と軍縮教育というものの日本と韓国における定義とその理解についての違い。で、二つ目には、この今実際行われているのであれば、日本と韓国での平和教育というもののその特徴ですかね、教育学的な特徴、カリキュラムなり、まあ、その方法というところ。で、3番目には、やっぱりその、いろいろなピースといっても、ガルテンが言ったように、いろいろな、あの、デフィニションがありますけども、それを一つのものというよりは、いくつかあるものを、あの、そのプログラムの中で、そのピースと軍縮ということに関して日本でと韓国での何か一つのコアを作れないかというところで、4番目の質問としては、そういったプログラムを作ったとき、それの効果ですね。で、これエフィカシーとエフェクティブネスの2つが出てますけども、ちょっとこう違う感じなんですけど、一つには、まあ、小さな規模でやって、それをもう少し社会の上で、実施したときにどれだけの効果があるかなといったこと。で、最後にはやはり、どのような教育のプログラムが、まあ、いろいろな、例えば、事業内だとか、学校内での、いろんな教育プログラムがあると思うんですけども、どのようにすれば、いろいろこう、まとまるというか、マキシマムできるのかなというところの質問が、リサーチクエスチョンを立てました。で、今、こう、まさにやってるのが、調査とか、シラバス、とか、プログラムの構築に向けて始めています。で、次に今時間が押していますので、質問がある方はこちらのに連絡していただければいつでもとお答えしますけれども、オフィスにはほとんど行けない状態ですので、メールとかでいただければお答えするか、お電話でも結構です。よろしくお願いします。浅尾先生、ありがとうございました。続きまして、国連軍縮局ウィーン事務所長のバレール・マンティスさんに、国連での、平和教育、軍縮教育の取り組みについてお話しいただきます。それでは、マンテルスさん、よろしくお願いいたします。皆様、ご来賓の皆様、まず、今回の素晴らしい会議、教育、軍縮と平和の教育を考える会議に参加させていただきましてありがとうございます。新しい時代へ向けての教育ということで期待を持っています。そうですね、はい、新しい時代というとまだ先のようですけども、すでにその時代は始まっています。私たちがどのようにそこに適応していくかというその段階にいるわけです。まあ、今コロナ 新型コロナウイルス禍の中ということで、いろいろな新しい価値観が出てきている。そんな中でこれからの平和軍縮の教育を考えていくという環境があるわけです。私の言いますこの国連軍縮局ウィーンオフィスといいますのは、もう1990年代前半当初から
に設置されたもので、ウィーンにあります他の国連の組織、例えば薬物や犯罪を取り扱う局などと一緒に力を合わせながら、さまざまなものに取り組んできています。このコロナ禍ですけれども、非常に学術の分野というのが打撃を受けています。どうやってこの学術というのは、もちろん大学のことなんですけれども、このコロナ禍の中でどのように大学教育を継続していくかというところで今苦心をしているところだと思います。まあ、ここで2018年国連事務総長が発表した軍縮アジェンダをご紹介したいと思います。その中で軍縮の教育と研修がこれまで以上に重要になってきているということに言及しています。そしてこの軍縮と開発というものを組み合わせて、このアジェンダは語られています。そしてこの開発目標をに達成するためには、軍縮と組み合わせることによって莫大な潜在的なチャンスがあるのではないかというふうに言っているわけです。軍縮と軍備管理というのは決して新しいトピックではありません。そしてそれを例えば国連憲章第26条にありますように、この軍縮と軍備管理、そしてそれを開発と組み合わせるというのは決して新しいものではありません。永続的な平和安全保障、開発というふうに並び称されているわけです。そして軍縮を行うことにより、経済、また経済的資源、人的資源というものに投入されるものが多くなるというふうな流れが考えられます。ここで問題になるのが武器です。今世界に存在している武器なんですけれども、例えば武器が累積することで開発のチャンスがなくなり、またそこに戦火が起こることで多くの必要な死と苦しみを生み、社会の不平等、また環境の悪化を招きます。そして社会、平和安全保障、人々のウェルビーイングに非常に多大なる悪影響を及ぼすということは間違いありませんが、逆に軍縮と軍備管理を効果的にやれば、それらへ寄与することが多いということです。これは SDG の中で健康、教育、ジェンダー、経済、不平等の是正、安全な都市というようなところで、包摂的な世界のガバナンスという範疇で語られています。 SDG の 5.5、 また16の8が関わっています。はい、この SDG 持続可能な開発目標ですけれども、今回はその詳細には立ち入りませんけれども、これにもやはり軍縮が関わっているということをお伝えしたいと思います。暴力を取り除くというような、暴力をどう減らしていくかというようなことも、この実は SDG の中に組み込まれています。そして暴力を伴う紛争をなくしていくということです。こうすることによって持続可能な開発というものにつながっていくという考えです。先ほども言いました SDG の 5.5、 16の8というものがそれにあたります。ここで包摂性というのが非常に重要になりますけれども、先ほどの最初の方がおっしゃったように、この新型コロナなどですね、女性が率いる国の方がそのコントロールの方をうまくやっているというような話、先ほどの基調講演のお話で、おっしゃっていましたけれども、世界的に見るとやはりまだまだ女性がこのリーダーシップを取るような、まあ、意思決定のプロセスに入ってくるような場面というのを増やしていく必要があります。とりわけ軍縮に関してはそうです。もちろんもうすでにその女性のリーダーの数は増えてはいますけども、フィンランド、ノルウェー、デンマーク、スウェーデンなどでは、
南の国々に比べますと、やはりこのコロナとの戦いうまくいっているようです。まあ、南といいますと、やはり男性中心の社会が体制を占めています。そしてもう一つですけども、 SDG の8になるもの、8に関わるもので、仕事と経済成長に関するものです。軍事費を減らすことで、その分経済成長につながるものにつなげるということです。例えば武器の話になりますけども、この武器産業というのは経済に非常に害を及ぼします。人の中には、安全保障のために武器が必要だという人がいますけれども、そうではありません。全く逆です。ですから軍事費は削減しなくてはいけません。もう一つ申し上げたいのは、透明性と信頼醸成の重要性です。とりわけ、軍縮については大切です。2019年ですけども、国連のアジア太平洋地域平和軍縮会議というものが、センターというところが一つの調査をしました。例えばこれは平和軍縮に関しての基本的アセスメントを行ったわけですけれども、バングラデシュ、インドネシア、キルギスタン、ミャンマー、ネパール、フィリピン、ソロモン諸島、スリランカ、タジキスタンを対象としました。でこの結果、やはり軍縮教育を進めることが平和と安全保障というものを高めることができる、もたらすことができるということが見えてきました。もちろんこういう政府系のもの、政府間の団体である国連だけではなく、非政府の組織の働きも非常に重要です。まず知識を得る、理解を高めるということですね。そしてこの軍備管理についての理解を高めるということが極めて重要になります。そして先ほど申しました、調査によりますと分かったこととして、教育者に対してこの軍縮教育が必要だということです。この軍縮教育というのを主流になさなければならないということです。そしてそれは偏った地域、偏った対象だけではなく、広くくまなくあまねく進めていかなければならないということです。若者ももちろんそうです。先ほど出した女性もそうですけれども、この若者もそうです。例えば軍の内部の若者に対しても軍縮教育必要です。そして一般の大学の学生たちにも必要です。そしてこの中で最初に言いましたように、新しい時代に私たちはもう一歩入っていると言っていますけれども、情報収集というのが非常に重要なんです。しかしながらまだガイドラインがありません。これについても道筋をつけていかないといけないということで、やはり教育と研修が必要だということを確認することができます。ジェンダーに関してもプログラムの中に組み込む必要があります。女性に対する暴力、そしてジェンダーのバイアスのかかったさまざまな社会活動というものを是正するためには、軍縮の教育の中でもそれを入れていくことが大切だという、その観点を入れていくことが大切だということです。これを受容し、そしてしっかりと理解し、それを共に実行していく頃で、平和そして繁栄というものにつなげていくことができると思います。ウィーンの方では
オンラインでのコースを持っています。軍縮だけではなく国際安全ナンバーのコースもたくさん揃えています。ぜひ皆さんホームページを見てください。 disarmamenteducation.org でアクセスすることがあります。ぜひそちらを見てください。対する働きかけが必要であるということや、軍縮教育と開発目標との関連を非常に深くお話しくださいました。はい、それでは、3人目のご発表は阪神大学校の井紀穂先生にお話しいただきます。はい、発表のタイトルは韓国における平和軍縮教育のための諸条件です。ではよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。こんな素晴らしい、時期に招待をいただきまして本当にありがとうございます。私は日本語も英語も下手なので、皆さんには耳が痛くなると思うし、パワーポイントは英語なので目も痛くなると思うので大変失礼させていただきます。今日ちょっと私が皆さんと共有したいのは、韓国 の平和教育を今どうするかということなんですけれども、韓国で軍縮や非核問題をどう取り上げているのかということをまずちょっと一緒に考えたいなというふうに思っております。それから2番目の話なんだけども、こう平和問題に関して軍縮問題も非常に大事なんだけども、もう心の分断というか心の痛み、心 の葛藤問題も韓国だけではなく今世界全体が苦労しているところなので、これもちょっと共有したいなというふうに思っています。それから3番目なんですけれども、これは山際先生とちょっと似てる話になるかもしれないんですが、このCOVID コロナのところで、ちょっと新しいスペースが、再活性化していると思うので、これに関して、ちょっと申し上げたいなというふうに思っています。最後には我々の大学の一つ二つぐらいの事例なんですけれども、これもちょっと勉強になるかなと思うので、皆さんと一緒に共有したいというふうに思っています。先ほど山際先生の話をいろいろ伺いながら考えたんですけれども、国際政治特に軍縮や非核問題を語る人々は、リアリズムという形でいろんなことをやってるし、山際先生によりますとトーマス・ホプスのこう伝統をついているというふうに思っているんですよね。その反対がアイデアリズムということなんですけれども、私はここに言葉の問題もあると思うので、これをちょっとこう思い出しましたので話したいなんですけれども、いつも リアリズムというのが、現実的だという、こう団子の中身ではその意味が、含まれているというふうに思っています。反面アイデアリズムというのはやってもしょうがないという、これはどこまでもアイデアリズムというアイデアなので現実的ではないということが含まれているんですけれども、まずこういうふうなこう言い方は非常にこう危ないのではないかなと思っているんですよね。逆に言いますとアイデアリズムというのは、逆に言いますとモラリズムという言葉で、名前をつけば、もっとこうアイデアリズムということも我々がいろんなことを考えるべきである、いろんな基準ディシプリンがすぐ頭に出るんじゃないかと思うし、レアリズムというのはある意味ではこれは、ミリタンティズムということ、つまりこう力で何かやろうと、武器でやろうと、暴力でやろうということなんですよね。それからある意味ではブルタリズムということで、少し野蛮主義かもしれないんですけれども、そういう言葉をつけた方がもっと現実的ではないかと思うんですけれども、先ほどこういろんな発表でも出たと思うんですけれども、国家というものはやっぱりこうレアリスティックということで、安保安全安心の中では安保を第一線するし、安保第一線するときはやっぱりこう安保主義セキュリティ、つまりこうミリタリーをこう強くさせないといけないという、こういう論理が立ち上がりますので、こうそういうふうにこう、理論ができることはちょっと危ないではないかなというふうに思っています。
あんまり時間がないの で、ですね、結論から申し上げたいと思うんですけれども、私の結論では軍縮教育ということは軍縮だけを教えることよりはですね、他の人友達になる、 誰とも友達になる教育、まあ、それが平和と軍縮教育の一番大事なことではないかなというふうに思っています。それでは次に移りたいというふうに思っています。この歴史の流れなんですけれども、これちょっと難しそうに見えるかもしれないので、簡単に申し上げたいというふうに思っています。この話をちょっと申し上げたいのはですね、アジアということをどう考えるのか、アジアの平和をどう考えるかということなんです。まあ、実はアジアだけではなく、これは植民地されてた国々が独立しながら自分の国を作ったということなので、ある意味ではアジア国家の歴史なんですね。まあ、最初 の、 こう世界第二戦、二次大戦の後はですね、それぞれの国家が独立されるために国家が非常に大事なものだったんですけれども、その後国家がどういうことを目指して作られたかということなんです。この中で、ちょっと申し上げたいのは、アジアで、アジア自分なりのこうアジア秩序を作ろうという構想が1955年バンドゥン会議であったということなんですが、残念ながらバンドゥン会議はその後、いろんな難しさにぶつかって、成り立ったくなかったんですけれども、この中で我々がちょっと考えたいのは、1955年バンドゥンということで、我々が望みたいアジアをどう作るかという想像力が非常に高かったということと、その時の国家の原則、それとも後で申し上げたいとは思うんだけども、国家以前に存在してたそれぞれのコミュニティがなぜ一つの国になることに同義しながら、共同体になったかということなんですね。これは先ほど山際先生の家族と共同体の違うこととちょっと似てる説明が可能だというふうに思っています。まあ、そういうことがあるので、まあ、もう65年前の話なんですけれども、こうバンドゥン会議からの想像力をもう一回ちょっと生かしていきたいなというふうに思っていることを話したいということです。まあ、それから韓国 の、 歴史の話なんだけども、この話をすると長くなるんですので、この中で2つぐらいちょっと申し上げたいのは、韓国はまず朝鮮戦争があって分断されているということは皆さん個人だと思うんですね。その後は1960年と1987年、まあ、公衆問題とかいろんなことがあって、民主化運動があったということ、まあ、この2つが韓国の今の歴史で非常に大きなモメントを作られたふうに思っています。まあ、ここからちょっと我々が、まあ、いろんなことをこう上は韓国と北朝鮮 の、 関係で、南はそこに関する周りの国々 の、 流れです。ここには、韓国と、日本、中国、それからアメリカと北朝鮮問題、それからこの両者関係じゃなくマルティレトロリレーションという他者、関係もあるというふうに思っています。皆さんこう絵を見ると大体どんな話が出てくるか分かると思いますね。まあ、詳しい説明はちょっとやめるんですけれども、結局この中で何を我々が学んだかということをちょっと申し上げたいと思うんですけれども、やっぱり軍縮や平和教育するためにはある程度のこう民主化がされていないと難しいと。韓国の平和教育や民主化、平和教育や軍縮教育もこう民主化によって進んでいったということは事実です。しかし民主化そのままでは十分ではないと。なので、民主化されている状況の上で我々が非常に意図的に、先ほど保育の話も、山際先生おっしゃったんですけれども、平和向ける教育をただの制度的なシステム教育だけではなく、いろんな意味でも教育を考えるべきではないかなというふうに思っています。それから3番目なんだけども、これはオーディエンスからの質問があったと思うんだけども、国内 あるいは自分たちの仲間の間でのこう共感するじゃなく、こう周りの国々が国家を超えて共感することが非常に大事だという
だから国家主義を超えるリージョナルコーポレーションどうするかということなんですね。この3つを作らないとあまりやってもこう軍縮や平和問題は非常に難しいのではないかなというふうに思っています。まあ、そこから我々が先ほどの想像力からちょっと考えてみるとですね、我々が行きたいこう未来、それをカマンフューチャー、みんなが共感できる共同の未来を我々が一緒に考えながら、それを記憶する、作りながら記憶する、それからこうモディファイする、それでカマンフューチャーを一緒に作っていくという こう作業がですね、特にアジアでは1955年バンドゥン以来はほぼなかったんじゃないかなというふうに思っています。まあ、そういうことを、まあ、強調したいというふうに思っています。まあ、実はここで話を終えても構わないんですけれども、準備したものをちょっと申し上げますと、韓国の分断というのは北朝鮮と南だけではなく、心がこういうふうに分断されています。皆さんこの映画よく見えるかもしれないんだけども、よく見るとですね、ここは韓国で非常にこう保守的な人々、アメリカとの同盟関係を強くする、つまり我々 の友達はアメリカで、敵は来たという人々なんですね。まあ、この後ろには労職会議で朴槿惠大統領を弾劾させた人々の集まりなんだけども、この2つのグループがソウル市内でもやっぱりこう分かれています。だからこれが衝突しないように警察のバスがこういうふうに DA 水を作っています。まあ、つまりこういうふうなこう韓国の中での、こう分断 されていることは、実はこれは韓国だけではなく、ブレクシットやってた、まあ、ヨーロッパとかイギリスとか、まあ、トランプさんとバイデンのアメリカも同じだというふうに思っています。まあ、そこからこう3つ目なんだけども、先ほどオーディエンスからも話が出たと思うんですが、私は特にこの COVID-19 というコロナウイルスで、3つ のスペースがはっきり見えたというふうに思っています。まあ、国家の歴史は実はそんなに長くありません。まあ、70年、まあ、あるいはまあ200年そのぐらいなんですね、今 の現代国家というのは。まあ、ネーションステートというのはそういうくらいだと思うんだけども、まあ、都市というローカルは結構すごくこう昔からあったものではないかなというふうに思っています。まあ、それから先ほど話しあったと思うんだけども、サイバースペースなんですけれども、これは実はスペースの中をすでにプレイスになっているんじゃないか、つまり空間ではなく場所だから、ここでもう生きていると、人々ここであったり、今我々も今ここであっているというふうに思っています。まあ、だからこの3つ の空間で、ローカルの大事さが大事になっていることは、やっぱりこう国家を超えて何かできることがあるというふうに思っています。まあ、つまりこう国家というのは兄弟国家を目指しながら、国民作ってきたと思うんだけども、こうローカル空間やサイバースペースでは国民じゃなく住民や国家を超える市民作られることも可能であるし、先ほど派閥問題もおっしゃったんですけれども、こう男の社会というハイラキカル社会、まあ、つまりコンピティションが一つの原則になっていることから、ちょっとコンピティションを超えて、あなたの関係、生命や自然の大事にする、そういう助け合う社会をどう作るかということです。まあ、本当に時間がないので、例えばこれは2つ事例なんだけども、できるだけ人々が顔を合わせて一緒に、先ほど食事や保育は大事だと思ったんだけども、一緒に育てられるということと一緒に食べる、まあ、これは長崎に阪神大学が一緒に行ったところの話です。あまり時間がないので見せることはちょっと難しいと思うんですが、こういうふうに、こう長崎を訪ねて話し合ったり、これ葛飾高校なんですけれども、そこで、高校生と一緒に話したり、ここで、皆さんが後では、まあ、レクナでいろんなこうシンポジウムやったんですけれども、ここには本当に違う学生さんが集まったんですね。在日と日本人と韓国人と北朝鮮から脱北した人々、それから在日中でも総連携も民団も一緒で、この歴史の問題を一緒にこう教育をしたことは非常に大事で、その後、まあ、阪神大学の学生さんの未来もそれぞれ少し変わったということもあります。それから
次の教育なんですけれども、これは、セナという教育で今こう、大体13校の大学や市民団体が一緒に毎、夏集まって、教育をやってるんですね。まあ、そこから我々が平和の力を一緒に作る空間になっているというふうに思っています。今そういうことで、非常にこう人々、これも10年になったと思うし、先ほど長崎大学には3回ぐらいいたと思うんですけれども、長崎大学以外にもアジア全体を回ることで大体10年目になって、それぞれのアジアと今教育を作っています。まあ、そこから、まあ、最後なんですけれども、我々が、まあ、そこから新しいメンバーシップを作る、つまりこうリメンバーなんですけれど、我々メンバーシップがリメンバリングですし、こうリメンバーというのは記憶することなんだけども、過去を記憶するだけではなく、郷土の未来を一緒に記憶していきたいと、まあ、いうことです。すみません、長くなって申し訳ございません。いや、まあ、ありがとうございます。はい、清先生ありがとうございました。それでは、けれども長崎大学の核兵器廃絶研究センター准教授でいらっしゃいます中村恵子さんより、核兵器禁止条約の時代の軍縮教育と題してご発表いただきます。よろしくお願いします。はい、西村先生ありがとうございます。私の方から今ここ長崎におりますので、被爆地からの視点ということで少しお話をさせていただきたいと思います。はい、このパネル討論のですね、第2部のテーマが新たな時代の軍縮平和教育ということですので、まず私たちが今どんな時代にいるのかということを少し考えるところから始めていきたいと思います。で、被爆75年薄れる記憶ということで、被爆者の直接この核の惨禍を体験した生の声がそのままの形では聞くことができなくなる時代が、いずれ来るというところにあります。しかしそういった中、核軍縮が進んでいるかというと、反対にむしろ核兵器が実際に使用されるリスクが高まっていると、今ここに終末まで残り100秒というふうに書いてありますけれども、人類がですね、まさにその核の惨禍で、滅亡の危機に瀕するという、そこまで本当に私たちはカウントダウンに入ってしまっているというような、そういった時代にあります。しかしそれに対して、抗う力といいましょうか、その核兵器禁止条約が3年前にできたことも含めて、何かこう私たちはですね、この時代の流れにと立ち向かっていこうという、そういう新しい力も手に入れようとしています。来年にはこの核兵器禁止条約が発行を迎えます。つまり私たちはこう人類史上初めてですね、核兵器禁止条約とそして核兵器が両方存在する時代へと入っていくということが言えます。で、先ほど来何人かの方がお話になっていますように、今世界が直面したこの、コロナのパンデミックですね、人間社会の脆弱性というものを明らかにしました。どれほどの巨額をこう核を筆頭とする軍事費につぎ込んだとしても、私たちの安全は守れないと。でそういったことをこう多くの人がこう身をもって感じるとですね、本当に私たちの安全を守るものは何なのかという根源的な問いへと結びついていくわけです。そこでこれまでの国家中心のですね、伝統的な安全保障観から何か次の新しい私たちの安全を守るものは何かというところに動いていこうと、そういった中で私たち、特にこの今私たちがいるこの日本がどこに向かうのかということが問われている、そういう時代にあります。で今申し上げたような、そのさまざまな今の時代を切り取る要素ですね、これいずれも軍縮教育の重要性というところに密接に結びついているわけです。申し上げたその核兵器禁止条約も、その条約の全文において軍縮教育の必要性重要性ということをはっきりと書いています。でこの条約が発行するこの時代において、これをただのスローガンにしてはいけないと、どう実行に結びつけていくかということが問われているわけですね。ただ、そこで考えるべきは、じゃあ軍縮教育が必要だという、それをもう本当に私たち耳にタコができるようにもう何度も聞くわけですけれども、じゃあ何をしていくかと、
何が求められる軍縮教育なのかというところです。で、一つ皆さんにご紹介したい文献として2002年に出された国連の軍縮拡散教育に関する報告書というものがありまして、ここで軍縮拡散教育の目的がですね、非常に端的に分かりやすく述べられています。で、この赤字のところをですね、注目していただきたいんですけれども、一人一人が国民として、また世界市民として貢献すべく、その軍縮を実現すべくエンパワーされるよう知識や技術を授けることということで、その下にですね、具体的目標として細かいことが書かれていますが、このエンパワーメント、なかなか日本語で適切な訳がないんですけれども、要は知識だけじゃない、力を得るということですね。その問題に対して何かこう遠い世界の話、核兵器でよく皆さんもそういうことをお聞きになると思いますけれども、何か一人の個人が動くことで世界が変わると思えない、そういう声を学生からもよく聞きます。でもそうではなくて、まさに自分がこう当事者としてこの問題に関わって、そして変えていくという、そういった力を得るというのがまさに軍縮教育の目的になるわけです。で、先ほどマンテルスさんからもご紹介がありました国連事務総長による軍縮アジェンダ、ここにも同じこのエンパワーメントという、これがしっかりと書かれています。若者が変革、その社会を変えていく、そういう力を得るということですね。では、そのエンパワーメントするための知識と知恵を、そして自信を、自分たちが当事者なんだと、自分たちが変えるんだという、そういう力をとりわけ若い人たちが得ていくために、じゃあ私たち今何をするべきかということで、今私大学におります。今日もパネリストの皆さんに大学の関係者の方多くいらっしゃいます。大学というところを一つ例にとりますと、現状は極めて不十分ということが一つ言えると思います。先ほど笹尾先生からご紹介いただきました研究プロジェクトの中で、大学のシラバスですね、これを調査するということをこの間数ヶ月にわたってやってまいりました。で、いくつか簡単にポイントだけご紹介しますと、日本の国立大学のうちですね、総合大学、また教育大学62大学選びまして、今年2020年に開校されている科目をすべて調査しました。まだデータ分析の途中なんですけれども、もうはっきり言いまして、その若者をエンパワーする軍縮教育というところからほど遠い現状というものがあります。で、とりわけそういったその科目の中で、より多くの学生にですね、こう門戸が開かれているのが一般教養科目というものです。で、そうしたもので、実は軍縮、あるいは核軍縮も含めですね、この軍縮をキーワードで検索してみますと、すべてのこの国立大学、国立大学法人に開校されている一般教養科目の中で、軍縮という文言がシラバスに含まれているのたった8例のみなんですね。8つのその科目しかないと。で、また核兵器という項目、核兵器というその文言が入るところも非常に少ない、一般教養科目ではわずか26科目です。で、皆さん想像できると思うんですけれども、一般教養科目って例えばですけれども、九州大学では2000近く、北海道大学では3000近く、おそらく日本全国では数十万だと思うんですね。で、そういった中でたくさんのこう若い人たちが学ぶ機会を得ているはずなんですけれども、日本が今後一体どこに向かっていくのか、まさに一番根幹の大事な問題であるはずのこうした軍縮や安全保障というところで実際に学ぶ科目というのが非常に少ないという、そういう現状があります。ここでは内容面の分析のみに言及していますが、手法というところですね、どういうような授業手法を使うかということでも、これから詳細な分析をしていく予定なんですけれども、その当事者意識を持って行動に結びつける教育という目的に沿ったような、そういったプログラム、これまた非常に少ないことが予測されるというようなところです。日本の大学教育、本当に課題が大きいです。
で最後にこれを踏まえまして、ではじゃあ何をしていくのかということで、いくつかの具体的な提案をここでさせていただきます。まずキーワードとしては、あらゆる層にあらゆる形でということを述べさせていただきます。まず先ほどマンテルスさんに国連軍縮局のプログラムについてもご紹介いただきました。まさにこれからですね、この軍縮教育進めていく上では、国際機関、それから各国政府、メディア、自治体、 NGO、 それから大学、もうあらゆるそういったところがこう手を取り合って連携強化していくということが、今後の軍縮教育のまさに鍵となると思います。で、決してそれは大学の正規のプログラムだけではなくて、課外教育もそうですし、とりわけコロナ禍の中でさまざまなオンラインの可能性というのも広がっています。で、先ほど教養教育大事と言いました。できるだけ多くの若者が核の問題に触れる機会を作る、軍縮についてその必要性を感じると。で、例えばですけれども、その法都として広島長崎市が国内外の大学に認定している広島長崎講座というものもあるんですね。こうしたものの中で科目の内容をさらに充実させていくということができるのではないかというふうに思います。で、皆様に想像していただきたいんですが、特に日本では教育と名がつくと、やっぱり若い人たちへの学校教育をイメージしてしまうんですね。しかし軍縮教育というのは、あらゆる層、先ほどもお話がありましたけれども、例えば国会議員、地方議員、自治体の首長、それからもちろん教員、そして NGO で働く人たち、いろいろなその企業家、企業をしている人、もうあらゆる層に軍縮教育というのを広げていくことが必要です。そして当然財政的な支援も必要となります。で、今後先ほど申しましたように、核兵器禁止条約が発効していきます。で、発効後1年以内に締約国会議というものが開かれ、6年後に今度は検討会議プロセスと、そういったものがこうサイクルが動いていきます。で、こうしたその軍縮教育をどう国際的に活性化させていくかということは、まさに核兵器禁止条約プロセス、そういった各国が、締約国が集まる会議の重要なトピックの一つにもなっていくんですね。で、条約ができる前、2013年から14年にかけて、核兵器の非人道性に関する国際会議というものがいくつか開かれました。そこでいろんな科学的、客観的な核兵器の非人道性に関する知見が国際社会に共有されたことが、実は条約を作る大きな原動力になったんですね。で、今後まだまだその核兵器が人類と共存できない、まさに人類存亡のですね、この脅威となっている、そして私たちはこれに対して立ち向かっていくことができるという、こういったことをこの次なるその、共有の場、そして、各国の政府や専門家、実践者、こういった人々が情報共有して議論していく場というのを、それも定期的に持っていくプラットフォームというものが必要だと思います。最後です。先ほど申し上げましたように、今こそその核兵器禁止条約の発効を迎える、まさに今だからこそ、核軍縮こそが私たちのこの人類すべての安全保障に資するという、それを根幹に据えた軍縮教育というのを拡大していく必要があると思います。これが各国が今核兵器の廃絶というのを阻んでいる核抑止というものを乗り越えていく、人々がまさにその知恵と力を持っていく大きな一歩になっていくと思います。まさに今がその起点となる時だということを強調して、私からの話を終わりにさせていただきたいと思います。ありがとうございました。中村先生ありがとうございました。それでは、もう時間になっておりますけれども、10分間延長が可能ということですので、会場と、それからオンラインで参加してくださっている方と一つずつ質問をできれば受けたいと思います。まずは会場の皆様、ご質問ある方、挙手をお願いできますでしょうか。軍縮教育ということでしょうけども、今兵器ということについてですね、通常兵器と核兵器と2つに分かれておりますが、今中村先生がおっしゃったように、人類生存に対する脅威は核兵器だと言いますけども、私は核兵器は兵器のうちに入らないと思います。兵器の範疇を超えた人類に対する大きな悪魔のようなものだと思っております。
そういう意味で核兵器という言葉は私は嫌いなんですよね。核がどれくらい人類にひどいことをしたのか、このことを今一度通常兵器、核兵器というふうに分けないで、核は核としてもっと別の視点から考えてほしいなと思うんですけども、どうなんでしょうか。はい、ありがとうございます。オンラインで参加している方でご質問ある方いらっしゃいませんか。今チャットには入っていないようですので、よろしいですかね。それではパネリストの皆さんの中から、我こそはと思う方、どうぞご発言ください。核兵器というものをどのように軍縮教育、あるいは平和教育の中で取り扱っていくべきかという視点で、何かお考えある方いらっしゃいますか。マンティスさん、いかがですか。ご質問ありがとうございます。もちろん非常に興味深いですね、視点だと思います。日本は本当に唯一の核被爆国でありますから、そして核を持たない国であります。ですから理解できます。そのカテゴリー分けをするときにですね、もう本当に他の通常兵器とは全く別に扱いたいというお気持ちですね。で例えば国連ですね、国連ではもちろん、その本当にその、大量破壊兵器の中でも非常に強力なものというふうに位置づけられています。そして今ですね、このパンデミックの中で、考えられるのはですね、本当にウイルス、これは、もう本当にですね、悪意なく広がったものではあるんですけども、もし、テロ軍団がですね、こういったものを使うと、そしてもっとですね、このコロナよりもですね、殺傷能力が強いような生物兵器を作り出したならば、これは人類にとって大きな、脅威になると思います。私は広島、それから長崎を訪れたことがありますので、よくわかります。皆さんが、日本の皆さんがですね、もう本当にですね、核兵器はですね、二度と使ってはならないという気持ちはわかります。そして大量破壊兵器、これもですね、もう本当にですね、ひどいです。ですから他の兵器もですね、やはり殺傷能力が高いというのがあるわけです。答えになりますでしょうか。パネリストの皆さん、よろしいですか。はい、それでは、オンラインの方からは、質問がないんですけど、これでよろしいですか。会場の方でもう一言何かおっしゃりたいっていう方がいらっしゃれば一言。よろしいですか。中村先生、見えてます、大丈夫。はい、今ですね、会場でぜひちょっと後ろの方でちょっとお手を挙げられたように見えたんですが、はい、後ろでお一人挙手をされた方がいらっしゃいます。はい、ではお願いします。はい、手短によろしくお願いします。はい、質問なんですけれども、今核兵器と同様に AI 兵器のこの軍縮の枠組みというのが構築されようとしております。AI 兵器の今黎明期にあたっての軍やる。規制をかけるという行為というのは、実は核兵器が開発されるときには核兵器を規制するということができなかった、できなかったようにこのように今75年間も廃絶できない状態になっているというふうに私個人は認識しているんですけども、実はAI 兵器の軍縮をさせるというか、その規制をさせるという枠組みですね、これはもしかしたら核兵器を軍縮さ縮小させていく、なくすっていう枠組みと一つの光明を見出すものになるのではないかという考え方もあるんですけども、皆様のご意見を伺いたいと思います。はい、ありがとうございました。パネリストの方々の中で
今のご質問に関して何かコメントある方いらっしゃいますか。はい、どうぞ。じゃあ清穂先生お願いします。はい、先ほどちょっと長くなって申し訳ございません。今おっしゃったように核兵器だけではなく、最近ハイテク武器ということが非常にこう WMD になっているんですよね。つまりメスディストラクションなんです。人々はたまたま怒りがなって、国家もそういうことがなって喧嘩することはある意味では人類の歴史を見ると当たり前なんだけども、今非常に恐ろしいのは核兵器が見せたようにですね、今そういうことは、まあ、一つのこう警告というか、ある意味ではこう怒りを見せることだけではなく、非常に先ほどオーディエンスの中でおっしゃったようにこう悪魔のような兵器になっているんですよ。なのでこう通常兵器とちょっと違う兵器を我々はもっとこう、こうリストアップするというか、まあ、そういうことによって核問題だけではなく AI 開発することや、いろんな WMD 開発する、 WMD が何であるのかということを、まあ、軍縮 の教育の中には必ず入れるべきではないかなというふうに思うし、国々がそこに関する、まあ、条約も作りながら新しいこう軍縮制度を今から作っていかないと非常に危ない世界になるんじゃないかなというふうに思っております。以上です。はい、ありがとうございました。皆様非常にアクティブなご参加ありがとうございました。もっと本当は時間があると皆さんの活発なパネルディスカッションしたかったんですけど、本日はここでお時間になりました。私の方から少し5点ぐらい今回のディスカッションでいろいろ上がってきたかなという思う点を手短に申し上げます。まず一つ目ですけれども、まず基調講演の中で共感力、信頼関係、共同体の再構築、不確実性の中でどのように希望を持てるかというお話がありました。一つ目、幅広い人々の間での共通ビジョン、価値をどう作って共有共感できるか、そして記憶していくか、そういう作業を続けていくということが大切であるという点。二つ目に、軍縮や平和というのは対象として学ぶのではなくて、より大きな開発目標や共通の目標の中に位置づけることが、重要であるという点が挙げられました。三つ目に、国家を単位としないで、国家を超えた範囲で共同体をどう作るかということを我々は考えていかなければならないのではないか。物理的な場所だけではなくて、インターネットオンラインの社会で共同体を作ることができる、あるいは国家を超えて地域とか国際社会の中で創造性をいかに働かせて、共同体を構築できるかということも、まあ、重要なテーマであるということでした。4つ目ですけれども、競争原理で動く社会ではなくて、相互に助け合い共感し合える社会にするためにどのような視点が大切か。今日ジェンダーが図らずも出てきましたけれども、男女共同参画、ジェンダー男女双方の視点を持って、あるいは他の視点を持っていく多様性、多様なリーダーシップが認められる社会になっていく必要があるということ。そして最後ですけども、今日ゴリラと人間の対比、人類の歴史から遡って被爆という経験をどう記憶していくかということまで話しましたけども、過去から未来を展望するということの必要性、そして人間は必ずしも本性としては暴力的でなく、まあ、やるようによっては解決できる、共感力、希望を持つ力を持っているんだということですね。で、最後中村先生がおっしゃった、一人一人が当事者として関わる、我々はそういう力を、自分たちの力を信じて、まあ、希望を持って共同体に対して、まあ、想像力を持って構築していくという態度を持つということが今後の平和軍縮教育の中で一つ重要な要素になっていくのではないかなと思いました。皆さん本当に時間をしてしまって申し訳ありませんでした。今日は素晴らしいパネリストの皆さん、そして基調講演をしてくださった、山際先生にもう一度大きな拍手を持って、このパネルディスカッションを終わりたいと思います。ありがとうございました。はい、西村先生ありがとうございました。パネリストの皆さんありがとうございました。それでは、プログラムの最後になります、閉会の挨拶としまして、核兵器廃絶研究センターレクナの副センター長であります鈴木達次郎より一言皆様にご挨拶をさせていただきます。鈴木です。どうも、パネリストの皆さん、それから最初にお話をいただいた山際先生、大変リッチなお話をいただきまして、今私ももう、お腹いっぱいというかですね、胸がいっぱいところがありましてです、本当にありがとうございました。
時間もありませんので私からは一言だけちょっと申し上げたいんですが、この印象ですね、今日のお話を全部最初から伺ってましてですね、本当に2020年というのはこう時代のこう転換期であるなと、まあ、パンデミックが一番そのコロナですね、これが一番大きな変化の原因だと思うんですが、まあ、今日 あのパネルディスカッションもですね、東京、韓国、ウィーン、長崎をつないだですね、まあ、ズームらしい、パネルになったわけですが、それだけではなくてですね、この今世の中が本当にこう大きく変わる時点で、この核問題をどう考えていったらいいのかと、最後の核兵器禁止条約の話もそうですけども、やっぱ新しい何かが起きているというこの感じをですね、ぜひ未来につなげていきたいなと思っています。で、実は75周年記念のイベントですね、レクナではもう一つありましてですね、パンデミックと核リスクというプロジェクトを今やっておりまして、来年の1月頃にはですね、報告書が出る予定なんですけども、まあ、ちょっとその予告編じゃないですけど、そのヒントをですねちょっと今お話したいんですが、今日のお話で一番私感じたことはですね、この分岐点ですね、今、世界はこれから、本当に協調に向かうのか、それとも分断に向かうのかという非常に重要な時期に、面しているなと、ゴリラのお話からもありましたようにですね、本来人類人間が持っている人間性は実は対立ではなくて協調だという、これ大変重要なお話を伺いましてですね、今私は本当にその人間性を大事にしたですね、時代に向かっていくように、いかなきゃいけないなと思っておりまして、レクナのこの新しいプロジェクトもそういう視点からですね、新しい報告書を作っていきたいと思っております。今日は本当に長い時間ご苦労様でした。ありがとうございました。また次の機会にお会いできるのを楽しみにしております。オンラインでもお会いできますのでよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。鈴木先生ありがとうございました。以上をもちまして終了となります。長時間にわたるご参加皆様本当にありがとうございました。それでは皆様お忘れ物のないよう本日本当に遅くまでありがとうございました。お忘れ物ないようにお願いいたします。レシーバーの返却もお忘れなきようにお願いいたします。どうもありがとうございました。またの機会にお目にかかることを楽しみにしております。